皆さんこんにちは、トマヤです。今日はですね、僕のチャンネルのトマヤの気まぐれな日常が登録者数800人達成しました。イエイ。めちゃくちゃ嬉しいですね。去年の今頃なんて本当に150とかそこら辺だったので、この1年はね、100人ね、伸びるペースが結構上がってて、この夏はね、25歳までに1000人いかんかったらもうやめようと思ってたので、ちょっとね、こう頻度を増やしたんですけど、それがね、見事にこうおすすめ乗る回数が増えて、ショート動画1ヶ月で100万再生とか全部でいったんで、あんまね、今までそういうことなかったので、本当にね、皆さんのおかげです。普段ね、見ていただいて高評価とかコメントとかね、していただいた方、本当にありがとうございます。本当に僕自身も将来自分のビジネスを持ちたいっていう目標を掲げて YouTube を続けれてるわけなので、本当にこう皆さんのね、温かいコメントとかが力になってますね。その反面、アンチコメントの方が量が多いんですけど、まあ本当に売れてないというか、こういった素人が本当に動画をね、上げ続けたら、まあそれは批判も来るのかなと思うんですけどね。自分が結果出ずに耐えれる時間が25歳かなと思ってるんですよね。まあ、本当に、難しいなと思いつつ、将来の自分がこういった姿になりたいなっていうちょっとしたね、夢もこう YouTube で持たせてもらってるので、本当に感謝してますね、 YouTube には。本当に4年前から始めて、なかなか結果出ずにね、ちょっとずつちょっとずつこう自分でできることをね、やってた結果なので、まだまだこう、なんていうのかな、本当に第一線とかでね、やってる人には、バカにされると思うんですけどね。あと見てくれてる視聴者の方とかにも、バカにされることもあると思うんですけど、本当にこの800人って1000人行くまでの100人単位って、本当に将来ね、1万10万行くためには本当に大事な数字なので、本当に嬉しいですね、この800人っていう数字は。皆さんには感謝しています。ショート動画を増やして登録者数をね、300人か400人か増えたので、ちょっとね、こう僕自身、長い動画を見てくれてる人は、僕の性格がね、ある程度わかると思うんですけど、ショート動画でパッとね、出てきた人はこういう人かなっていうイメージがついてると思うので、長い動画を見てくれて本当に僕を応援してくださる方が増えてきたら嬉しいなと思います。ショート動画はね、本当に伸びやすくなってきて、おすすめに乗るまでね、こうなかなか時間がかかったんですけど、最近ね、数字も取れてくるようになって、本当に順調ですね。ただやっぱり長い動画をね、こう100いくかいかないかの、状態なんですけど、プライドとかを捨てて上げ続けることが本当に将来につながると思っているので、長い動画もね、たくさん見てたくさんコメントしてくれたら嬉しいですね。本当にこう、この800人っていう数字を生かして何かこう、自分の中でやっていきたいなっていう気持ちもあるんですけどね、いろんなことを。本当に数っていうのは力なので、本当にね、見てくれてはいないけどチャンネル登録してくれてる方とかも本当に感謝してるので、なかなかこう素人が800人って結構難しい数字だと思うんですけどね、ようやく来たなっていうのと、12月の頭に向けて1000人登録目指したいなと思っているので、この際ね、この波に乗って25歳までに1000人登録いかんかったらやめようと思ってるんですけど、今順調に来てるので、9月10月はね、頻度落とすんですけど、11月12月で1000人登録目指そうかなと思ってます。本当にたくさんのね、応援のメッセージとか、たまにね、イケメンや男前とかめちゃくちゃ嬉しいんですよね、そういうコメント来て。あんま普段ね、言われることはないんで嬉しいですね、そういうコメントをくれる方とかも。あとはなんていうのかな、結構ね、アンチコメントも増えたんですけど、その辺こう応援メッセージしてくれてる方のおかげで、なんかね、アンチコメントも耐えれるようになってきて、本当に、こういった自分の頑張ってることが一評価につながってるっていうのは本当に嬉しいことなので、本当にね、たくさんの方ありがとうございました。次はね、900人目指して頑張っていきたいと思いますので、どうぞね、トマヤの気まぐれな日常を応援よろしくお願いします。そんな感じでね、本当に嬉しいことやなっていうのと、あとはこう18歳の時に、ホームレス生活をね、1ヶ月だけやって、将来お金の心配をしたくないっていうので、19から
YouTube を始めてるので、そこからこうやってちょっとずつこう数字に出てきてるのは本当に嬉しいですね。あとこう20代のうちにお金の心配だけはなくそうと思って始めてる YouTube なので、本当にこうホームレス感っていうのは結構怖かったので、自分自身ね、これをまた自分のビジネスを作って、問題を解決しようかなと思って、一人暮らしでね、どうしても従業員でお金はあんまり貯めれないんですよね。100万200万とか貯めたとしても本当に精神的にはすぐなくなってしまうので、それだと本当に長期間的に見たら自分のこうビジネスを持つっていうのが一番自己投資としていいのかなと思って続けてるので、それが最終の目標なんですけど、結構目立ちたがり屋なとこがあるので、なんかねこう皆さんと一緒になんかこう物を作っていきたいなっていうので、なんか自分がね目指したくてやってるのを皆さんに求められて、それが評価されていくっていうのは本当に嬉しいことなので、それをね元にこう自分のビジネスを始めたいなと思ってますね。どうしてもねウィンウィンじゃないとファンはつかないと思うので、視聴者の方もこの人がやるから見ようかなって思ってくれるような存在になりたいなと思ってます。こんな感じでこの動画を終わりたいと思いますので、よかったらねチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。こんな感じで、バイバイ。